はい皆さんこんにちは宇つ木たくですえー、今回はこちらになります手法書士はじめの一歩今回扱うのはトピックゼロ二で手法書士式の難しさとは試験攻略のポイントということで、えー、少しですねお話をさせてくださいどうぞよろしくお願いいたしますさてこの動画です。 動画ではですね、えー、皆さんが、これから司法書試験の合格を目指す皆さんがですね、司法書試験の短期合格に向けて、まあ、最初に何をやればいいのかということを軸にですね、お話をしております。で、今回2回目になるんですけれども、今タイトルコールをしましたように、試験攻略のポイントのところですね、それを少しお話をしていきたいと思います。まあ、1回目と同じようにですね、画面に移して一緒にやっていきましょう。では行きましょう。ではまずですね、司法書試験っていうのは、 一般的にすごく難しいというふうに言われているんですけれども、果たしてどこが難しいのか、そしてそもそもそんなに難しいのかっていうところをですね、えー、解きほぐしていきたいというふうに思います。で、まず、一般的になぜ司法書士が難しい、司法書試験が難しいかということで、一番の暗記と理解の関係の括弧1からいきますね。司法書試験の難しさというところなんですけれども、ちょっと見ておきましょうか。まず、司法書試験で問われる知識っていうのは、 ここはまず一つ目のポイントなんですが、知識自体は難解なものはあまりないということなんですね。で、これは一体どういうことかというと、皆さん学習を始めてですね、これめちゃくちゃ難しいじゃん。絶対できるようにならないよっていう知識はあまりありません。あ、それはそうだよねっていうところがポンポンポンと続いていくんですね。なので、問題の一つ一つのレベル自体はぶっちゃけ大したことないんです。では、なぜ難しいのかということなんですが、続くんですけれども、問われる知識の量ですね。質ではなく量。 っていうのが非常に膨大なんですね。第1回目でもお話しさせていただきましたように、全部で11科目あります。で、11科目あって、それぞれがですね、か、かなりのボリューミーなんですね。なので、一つ一つの知識のレベルはそこまで難しくはないんだけれども、量が膨大なので、なかなか勉強を継続するのが大変だったりします。 でそのことをまず頭に入れましてね、読み進めていきますと、えー、これが少々試験の難しさなんだとで。すなわち少々試験の難しさはその知識の質ではなく量にある。と。右側にここね、図が乗っかってますけれども、一つ一つのレベルはそんなに大したことないんだけれども、量が多いので、この膨大な知識量をいかにこなしていくのか、そこが大きなポイントとなるということですね。じゃあ、 やみくもに勉強してすべて暗記しまくってですね、合格できるのかというと答えは NO になります。えー、画面切り替えて続けていきますね。まず、勉強にあたっては、これは司法書試験のみならず、すべての資格試験とかね、勉強について共通することだと私は思うんですけれども、理解をちゃんとしましょうということなんですね。えー、読んできますと、司法書試験における膨大な量の知識を記憶するためには、暗記ではなく、 理解した上で記憶することが重要。で、間違わないと、間違わないでいただきたいのは、最終的には自分の頭の中の知識をパッと引き出せることが必要となるので、最終的には覚えないといけないんですね。ただ、闇雲にすべて丸暗記っていうのは、先ほど申し上げたように、少々試験って結構分量が多いので、それは無理があるよっていうことなんですね。なので、一回覚えたことを忘れないようにするためには、ちゃんと理解を伴った記憶をしないということ。そこが大事なポイントなんですね。 で、読み進めていきますと、理解とはっていろいろ書いてありますけれども、結構ですね、大事なのはここ。制度趣旨を踏まえて記憶ということですね。 これから皆さん法律を学んでいくことになるわけなんですけれども、その法律、例えば条文規定が何のために存在しているのか、どういう趣旨なのかということを考えながら学習していくことによって、記憶をですね、強く鎖のようにですね、結びつけることができるんですね。なので、膨大な量のところっていうのはまずひとまず置いといたとしてもですね、一つ一つ勉強するにあたっては、ちゃんと理解を伴った記憶っていうのがすごく大事なんだよっていうところです。これが一番伝えたいところですね。 とはいえですね、とはいえ、なかなかですね、何回やっても覚えられないとか、そもそも、その制度趣旨とか、趣旨がよくわからないっていうところもあるんですよ。法律っていうのは完璧ではありませんからね。なんかこれちょっと理論,理論整然としないなっていう箇所もいっぱい出てきます。で、そこにおいてまですべて理解を伴って記憶しようとすると、え、帰って非効率になってしまいます。なので、この画面のところで大事なポイントっていうのは、暗記もやっぱり大事ですよっていうことなんですね。 法律で学習する事項の中には、理屈が難解なものもいくつもあります。で、これについては、理解にこだわってると、かえって非効率になっちゃうので、えー、ここのところね、暗記による記憶をした方が効率的な場合も当然あります。すなわちですね、何を伝えたいかというと、まあ、原則的にはちゃんと理解を伴った記憶をしていただいて、ちょっと趣旨がよくわからないぞっていうところについては、もう覚えちゃうっていうことですね。このメリハリ付けっていうのはすごく重要ですよと。で、ここからなんですけれども、ここから超重要です。 で、皆さんね、当然、この、地書試験の合格を目指すにあたっては、短期合格、なるべく早く合格したいっていうのは、誰もが思うことだと思うんですよね。で、その、短期合格の秘訣というか、ポイントとなることをお伝えしますので、ここからはものすごく重要な位置づけになります。で、一番、今日必ず持って帰っていただきたいのが、ここのね、タイトルのところなんですけども、完璧主義にならないということです。 で、そもそもですね、完璧っていうのは私は存在しないと思ってるんですね。す、何をもって完璧っていうのかって問題もありますし、完璧にならないと動き出さないんだったらいつまでたってもその人は動き出すことはできません。とりあえずやってみるっていう視点が何事も大事だと思うんですよね。で、試験の、少々試験もまさしくそうでありまして、最初からすべて完璧を追い求めてると、追い求めてると先に進むことができないんですね。なので、完璧主義っていうのはもう捨ててしまいましょう。 とりあえず先に進んでいくんだっていう、このとりあえずといういい意味でのざっくり感。これが非常に重要です。というのも、ここにね、法律の構造。まあ、詳しくは、まあ、ここのところはね、画面止めて読んでいただければ十分なんですけれども、要はですね、 司法書試験は最初はまあ民法から始まっていきます。で、民法、をまあ不動産投法商法、商業登記法とかって大きい科目があって、あとはマイナー科目と言われるね、民事手続き系の科目とかがあって、憲法刑法とかね、やって全部で十1科目あるんですけれども、法律の勉強っていうのはこれ面白くて、最初民法をやった時になかなか理解できないこともたくさん出てきます。講師の講義を聞いてもなかなか理解できないな。で、その時に大事な視点っていうのは自分が悪いんだって思うわけじゃん。 思ったらダメっていうことなんですね。で、講師が別に悪いわけでもないんですけれども、これはもう仕方ないんですよ。で、法律の構造上、最初から最後まで、例えば民法から憲法、刑法まで、すべて聞き終えて、バラバラだった知識が集約されるっていうことも、応おとしてあるので、最初分からなくても、むしろ当たり前なんですね。なので、そこで自分を責めたりしちゃダメです。まあ こういうもんだよねと。そのうちわかるよねっていうふうに、いい意味で楽観的に捉えて、とりあえず進んでいく。なので、還元すれば、ここマークをしましたように、完璧主義っていうのはもう捨ててしまおうということなんですね。で、そのことがここにも書いてあります。大事な部分だけ、えー、マークをしておきますと、そのため、初めはわからなかったけれども、後で学習する事項を踏まえてから、前に学習した事項を振り返ってみたら、え、あ、意外に簡単だったなっていうことがよくあるんですね。 なので一番伝えたいのは、例えば入門講義取りましたえ。勉強をしています。まあ独学でも何でもね、いいんですけど、勉強しているときに、あれここわかるまでつまずいちゃった。わかるまでやらないと、じゃなくて、まあ、とりあえずここは置いといて、後でまた戻ってくればいいよねっていう視点ですね。いい意味で楽観的、雑,雑になるっていうんですかね。それがすごく大事ということになります。 まあ、同じようなね、話がまだついていくんですけれども、えー、短期合格者の傾向、そこでね、さっきの話と結びつけますと、皆さん当然ね、やるからには早く受かりたいって思ってると思うんですけれども、その短期合格者の共通点としては、今申し上げた通り、いい意味でいい加減なんですね。すべて完璧を追い求めずに、いずれわかるだろうという楽観的な思考を持っている方が非常に多いです。なので、ここにも書いてありますように、最初に細部までこだわりすぎると、進まないんですよ。 進まないのでここいきますよ大事です。どんどん先に進むことが重要なんですね。でそのうち分かってきます。でこれは本当です。なのでこれから勉強するにあたって、まあ、短期合格を目指すっていうのはまあそれはそうなんだけれどもその視点としてもですね立ち止まらないで進んでいくっていうことそれがすごく重要なんだっていうことは、えー、今日一番伝えたいことになります。 で、最後でありますけれども、知識の重要度を可視化すると言って、で、ここは最初の話で、結構ですね、入門講義テキストとか、まあ、いろんな教材が少々試験勉強するにあたってありますよね。で、結構、やっぱり先ほど申し上げた11科目あるし、一つ一つの科目の分量ってのは結構多いので、積み上げると結構なですね、量になるんですよ。で、その結構なテキスト積み上げたね、量を全部こなさないと合格できないのかっていうと、それはノだよっていうことなんですね。 っていうのも、やはり資格試験である以上、問われやすいところとあまり出ないところに、まず二分化することができるんですね。で、まず短期合格、合格を目指すにあたって、一番重要なのは、先ほどの立ち止まらずにどんどん先に進むっていうことと、大事なところだけをまず復習する。よく 還元すれば、よく出題されるところに焦点を絞って学習するっていうギュッとした絞り込みですね。これが非常に重要となってきます。じゃあそれはどういうふうにやればいいのかっていうと、まあ伊藤塾だと当然ね、講師の仕事です。講師がマーカー指定とかあるいは講義でね、ここ大事ですよって言ってきますので、そこだけをまずは復習して、どんどん講義とかを聞いて先に進んでいく。 で、ちゃんと記憶を定着させるためには、ある程度の絞り込みと繰り返しが必要ですから、で、繰り返すためには当然だけれども、ぎゅっと絞り込まないといけないのでね。で、その絞り込みは講師がしますので、そこのところをしっかりマーカーだとこう引いていただいて読み込むということですね。その反復をしていって,立って、立ち止まらずにやっていくと、え徐々に知識が明るくなってきます。で、そうすると、わかるぞと。で、知識が明るくなってきたらどうなるかっていうと、例えば過去問でも、 え何でもいいんですけれども、当連の問題でもね、そういった問題集をやった時に、あ、できると。で、このできる感、達成感っていうのはすごく大事なんですね。なので、今日大事なことをもう一回だけこう最後にまとめますと、司法書試験で一般に難しいっていうのは、一つ一つの問題ではなくて、問題のレベルではなくて、量が多いからどのように攻略するのか、量をどういうふうに 攻略するの方はポイントとなる。量が多いということですね。そこでの解決策としては、まずメリハリをつけるということと、立ち止まらないということですね。この二つを意識して、学習を継続していただければ、必ず光が見えてきますので、頑張ってやっていきましょう。では、今回の講義はこれで終了します。またお会いしましょう。